はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。前回またねボス倒しまして、で今回なんですけども、一度山奥の村に戻ります。でちょっと情報をね、いただいてるんですけども、実はですね、このクリスタルメタルっていうこの道具なんですけど、これ実は天空装備鍛えられるらしくって、でここの人に話しかけると、まあ、武器、防具、鎧、武器か防具、まあ、どれか選んで、まあ、強くしてくれるって形ですね、簡単に言うと。で、漢字の壺なんですけども、どうやら、なんか自宅に、だから錬金壺ですかね。錬金壺じゃないわ。錬金釜か。っていうのを、なんか、設置できるらしいんですけど、ちょっとそこの詳細はね、ちょっとよくわかんなくて、まあ、多分これね、2階が、まあ、スカスカなんで、多分この辺に置くんかなっていう、まあ予想なんですけど、まあそのアイテムを、まあ、持ってる以外の条件としてね、なんかね、お金いるらしいんですね。結構な金額がいるらしくて、で、まあアイテムね、まあ、今2万4000ほど持ってるんですけど、この間ね、先日潜ったダンジョンでね、アイテムいっぱいもらってるんで、なんか5万ぐらいいるらしいんで、この羽衣をね、2着ほど売ってしまって、まあ、これでかなりいい感じになるんで、あとはもう適当ですかね。こんなぐらいで大丈夫でしょう。このお金をこの袋ですね、なんかここにお金入れますかで、なんか、まあ、入れらんとあかんらしくて、とりあえずまあ5万入れときますけど、でもう一つが、最初は勇者とシンシアだけの時、まあ、ライアンとかね、いろんなとこいたんですけど、どうやらなんかシンシアをね、一回預けないといけないみたいで、まあ、手っ取り早い場所で行くと、ここ、ここにね、ルイーダーがあるんで、ここで預けるんですが、まあいいか、このまま預けましょう。で、これで、なんかね、自分の家に戻ったら、なんか、来てるらしいですね。ああ、ね、いきますね。止まっていってくださいなんで、止まりましょう。別段何にもないけどな、なんかようわからんな。あ、なんか場所変わってるやん。はい、一緒やん。
逆にこれ勇者一人やったらまた変わるんかな。ああ、やっぱり違う。何を言い出したんだこの人。いや、わかんねえなこれ。ちょっと町の人に喋ってみましょうか。決断とこに何もなさそうですけど、あ、なんかちょっとセリフ変わる？仕組みはちょっとこれわからんよね。ヒントないよな。あれ？なんか場所変わってる。あなたに見せたいものがあるの。何やって？あ、どっか連れてかれる。うら。壊れたんかなと思ったわ、一瞬。いや、もうこれ。釜の中に何個か道具を入れて一晩待つ。はいはい。入れた道具が錬金されて、なるほど。組み合わせを試してみてね。そうですね。なんだこれ。錬金しますかって入れるものを選んでください。これなんなんやろうな。錬金っていうのがちょっとよくわからないけど、まあこれね、あの錬金術師とかいますからね。何やろうな。あ、ちょ待って、入れてもうた。まだできてないようです。あ、よかったよかった、帰ってくるわ。めっちゃ焦るやん。てかどこやねん。あ、こっちか。なるほどね。これでじゃあなんかできるってことかな。こっちゃおう、こっちやったわ。はぁ、なんかようわからんわ。2階じゃなくてこっちか。
これは。へえ、お弁当やって。あ、あるわ、ちゃんと。なんかすごい。あ、もうないか。はあ、なるほど。なんだ。っていう感じね。なるほどね。はいはいはい。じゃあ、まあ、ちょっと錬金はね、ちょっとよくわからないんで、まあ、これはまあ、ちょっと置いときましょう。とりあえずね、シンシアを迎えに行きましょう。はい、シンシアを迎えに行きました。で、道具も、元の通り持たせてます。で、次にどうするのってとこなんですけど、一つですね、新しいダンジョンがあるらしくて、ちょっとそっちへ今回は行ってみようかなと思っております。はい、ね、これ地味な村ですけど、これテンペです。で、ここでこの村長さんがこの人なんですけど、これですね、でこれがで、まあ、ちょっと追加のダンジョンらしいんですけど、欲望の洞窟っていう名前みたいです。まあ、多分敵出てくると思うんで、まあ、ちょっと進めていこうかなと思います。敵強えわ、このダンジョンも。ちょっとこれパーティー久しぶりにちょっと変えましょうか。これでちょっとクリフトからこれをお借りして、ちょっとね、お盆なんでね、装備してるのが。トヘロスもしかしたら効くかもしんないですけどね。そんなびっくりするほど強くはないんですけど。間違って寝てしまった。これ魔除けの鈴装備した方がええな、絶対これ。ちょっと敵出すぎやし、めっちゃ強いし。どこやったっけ？あ、持ってたわ。ちょっとダブル装備さして、で、忍び足ですね。
強えわ敵。どれだけ強いかって言われると、まあちょっと戦闘ねちょっとカットしてるんであれなんですけど、山彦装備をしてるバーニャがヨナズン基本 4,5 発撃ってますっていうぐらいの敵の強さですね。耐久力が高すぎる。なんやこの、こんな弾あったっけな。石像じゃないやろこれ、弾やん。通れませんってことやな。全体攻撃のやついるな。めちゃきつい。敵超強い。天魔の塔やんこれ。
入られへんや。なんかのヒントかなと思ったら全然なんでもないな。ん？これなんか見たことあるな。これ試練の塔のやつ。この先には何もありませんよ。この道が一番近道って、いや行き止まりやん。えらいがたいなやつやな。この道が最良であると。二人の賢者ってどこにおんの。これデスタムワンとこのやつやな。え、誰もおらん今度。しかも扉全部開いてるし。え、何これ。うわ、これ無限ループちゃうん、これ。誰もおらんし。これなんかあるんかな、これ。あれ、ダメージ来らへん。あれ、いや、ループは変わらんな。
なんじゃこりゃ、全然わからんぞ。いや、これはわからんな。戻るか、一回。え？あれ？この先には何もありませんよってあるんやけど、じゃあこれ、え？ようわからん。え？でも今出てきた時最初ここ登らんかったよな。消えた。これもう一回戻ろう。よう分からんな。なんでここに帰ってくるのな。よう分からんな。分かりません。で、退却します。というか、もうかなり疲弊してます。全体的に。まあ、じいさんだけ結構残ってますけどね。はい、では今回はここで終わりたいと思います。で次回も先ほどのダンジョンを、攻略していこうかなと思うんですけども、しっかりね準備を整えて、行こうと思います。それではまた次回の動画もご視聴ください。ありがとうございました。